池田さんの試合です。池田限定っていうチーム紹介を重久さんお願いいたします。はい、レフトカズナリ、ライト入るか、風に声が入らないかもしれないので、レフトは陶器でライトは孫子池田、ちょっとライトか木下ゆうかさん、顔を見る、レイスはルナですね、ルナさんで、はい、あの質問なんですが、はい、ここは皆さん信者なんですかね、池田さんの、インしてるんで信者です信者という判定が今、もしかしたらこの中の1年生の誰かの信者なのかもしれない、みんなが、あ、そうですね、うん、みんな同じ衣装ですもんね、誰が損しかわかんない、わかんないですね、なんか可愛い孫子は、あ、じゃあ、コウキが来る、はい、孫子は、明日俺のトス打ってねみたいな、はい、言ってたらしい、そうなんですか、多いかわいいですね、お、ナイス、ルナが風を味方につけてますよ、いいね、これはもう今日からナウシカかナウシカうまい風の谷の、うおー、ナウシカ、姫姉様なんか池田さん最近チャラくなりましたよね、なんか見た目、ね、見た目あのアゴヒゲどうしたのね、割れとけやっぱルナやばい、池田普通にさ喋らんときはめっちゃかっこよくない、はい、ワイルド系で喋、はい、ってもかっこいいけどなんか池田さん普通に喋らんかったらかっこよくないってしげちゃんが言ってましたうわナイスカット、あーいけ、すごい、すげえ高級軽い限定やった、え、でも全然なんかそんな見た目なんかわチャラい人だなってなる、チャラい、え、なんかだって顔かっこいいですよね、だって一回東さんとは間違えましたもん、遠くで見て、昨日東さんいたよ、思いましたよ、もうあれもうかっこよかったですね、かっこよかった、え、なんか柴子さんのあのチーズビロンのやつのちょっとだけ乗りましたよね、その時にえってなりませんでした、あ、いや来とったとここに、昨日練習来とったら会えた、嘘でしょ、え、来た、ずっとそこに座っとった、あー、そうなんだ、え、なんかいい眺めですよね、絶対それ、うん、もう、拝んだ、拝んだ大好き、チロイチのいいですよね、チロランキング1位、いつも東さんっていうの、そう、もうだって私入学当日、あの、美穂さんから聞いたチロランキング1位でしたもんね、でしょ、もう最初の方、誰って言ってたかも忘れたこれは最優勝できるんじゃないか、できるんじゃないでしょうか、なんで落ちたんやろ、ここそれ思った、あ、なんか当たったチームがあれだったんですか、ね、あ、しかも四角やったんよ、あ、四角、あ、三角、2試合しかできんやん、三角、うん、はい、あ、三角だごめん、四角もはい、三角です、ちょっと確かに、確かに顔がえってなった時にさそういうことやったか、ごめん、四角で2試合しかできんやん、やけんね、そういう時ってさ、不利よね、三角って、確かに、周りが強かったらもう振りすぎてる、だって四角やったらさ、はい、もう1位の可能性が、いやうわ、後ろも1点差で、あ、今追いついて同点14-14、お、すごい、どこ相手、あ、とも、あ、違う、なんだろう、うわ、何式、わかんない、今回落ちたけど忘れた、めちゃん一緒、佐賀県民になれるね、え、何ですか、佐賀県民になるんだ、美穂さんが佐賀のどこに行くんですか、セブリ山、あ、聞いた、今日ショマタンが言った、え、待って、ど、え、何年、え、就職、え、就職、いや、もうすでに就職はしてました、そうですよね、いや、なんか配属みたいな、あ、配属か、配属、そう、配属です、いや、軽く5年は折れる、佐賀のどこら辺ですか、佐賀市、佐賀と福岡の県境にある、待って待って待って、じゃ近いかもしれん、私、吉野ヶ里遺跡の近く、でもね、なんかそこの多分あれが結構最寄り、山降りたらそこ、え、そう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 、吉野ヶ里公園、公園、うん、の駅の私隣ですもん、家、あ、姉ちゃん近い、やった、ご飯行きましょう、頑張って車買うわ私が原付買いますわ、じゃあ、はい、でも違うよ、姉ちゃんが原付買ってよ、山から下らない感じ、そっかそっか、走って下らないか、入った入った入った、
え、山に住むんですか？山に好き似合いそう似合いそうでしょ。いや、本当はなんか大型じゃなくて、まあ二輪。どこら辺にある？その近くです。あの、隣、はい。もう免許取りたいんだけど、怪我するって思ってちょっとビビってます。そうよ、バイクね、事故るけん。バイク事故るって。事故るですよね、あるけんね。しげちゃんもあれですよね、なんかバイク好きですもんね、なんか。超安全みたいな。そう。なんかバイク2人乗りとかめっちゃ憧れるけど。一回したよ、一回。事故る前に一回したことあるけど。もう事故ってから。でもポッてできんくない？え、事故ってから、なんかもう乗るってもう言う、まあ、ありがとうございます。指、大丈夫ですか？指、大丈夫ですか？事故ってから一回も乗ってないよ。やっぱそうですよね。怖いもん。しかも多分誰も乗ってないから、まあ、なんか怖いですよね、自分的にも怖いですよ。どうせ怖いやろって言われた、うん、うん、って言った。え、まあ、なんかそれで死にたくもないですもんね。そうだよ。てか、しょうまさん死ななかったのがすごい。いや、ねえ、ね、多分次事故ったら死ぬよね。ねえ、うん、いや、あれはもう奇跡の奇跡。めっちゃ飛んだったろ。うん、飛んだらしい。よう、いさかね、うん、だって肉えぐれ取ったし、ね、膝上。え、その時付き合ってました？うん、あ、付き合ってないんですか？うん。え、なんかさ、いきなり杖ついて現れたおじいちゃんみたいな。孫子頑張れ頑張れ孫子。お、ナイスカット。え、なんでここ負けたんやろか。うん、でも下で優勝ありえそう、うん、ありえそう。終わりました。5対15で池崎孫子チームの勝利です。おめでとうございます。孫子かわからない。確かに誰が孫子かわからないですけど、はい、勝ちました。お疲れ様でした。